最近小さくておっかね。いらっしゃい。ここに、またお。いらっしゃい。56で見る。ショーの始まり。まずは世にラビと男でラビ男。え、バカにすんな。それでは正真正銘なん。しくしく。ああ、優しいお兄様。お立ち合い。引くも涙か。この船は返さなければ。こうして働く。さあ心に着陸だけでもいいから。ちえ、なんだ、足りないじゃん。なに、わっ、はい、今の許してください。妖精の森に住んでたらしい。森に帰るための旅費を買って。へへい、おい、これおん、は、あるかい。面目ない。お金は申し訳あるかい。申し訳あるかい。この前も妖精ステーションだよ。お、ちょっと俺様はワッツ。お金がた。
ありがとうございました。こいつが出しゃばらなきゃオイラが退治したのに。これ申し訳ない。この子は流されてきた時のショックで名前も帰り方も忘れてしまったようで、そのせいかすぐ憎まれ口を叩きよる。本当は素直な子なんじゃが。まあそのうちなんとかなるでしょう。気長に行こう。神殿に封印したはずのバドが出てきたということは、埋もれていた神殿に入れるかも。神殿の種子の力を授かればお前の記憶も戻るかもしれん。なんだそれ、先に行ってよ。今行く、すぐ行く。お前一人では無理じゃ。神殿は埋もれていた間にモンスターだらけになっとるぞ。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかのう。
バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。なんとありがたい、ヒイタカチビスケ、この方の言うことをよく聞くんじゃぞ。よろしく頼みますじゃ。神殿へは、それ、すぐそこにできた穴から行けるのじゃが、かつて北の魔女エリニーズが神殿を封印した時に貼られた。先にエリニーズに封印を解いてもらわな、北の妖魔の森の中にエリニーズ、これはチビスケと一緒に流。そういえば、ワッツが。斧を作ってみたんだけど、ダメ。ありゃ、そのブーメランは？こいつはひょっとすると…ちょっとこの斧を持ってみて。やっぱり！このハンマーで鍛えても、聖剣と一緒でないとパワーが出ないんだ。この斧は特別製。この斧を買ってかないか。何か新しい武器を手に入れたら、また来いよ。そう。ここを使えば表からの出入りがずっと楽になるよ。いらっしゃいませ。他に、またお。
にゃひ。こりゃま特別し。にゃひ。こりゃまたにょ。特別出張す。他にごゆっくり、またお。
だ。一泊それにしても鍛冶屋のワッツはあんなにサビサビだった剣をこうピカピカの剣を持っているだけでまるで立派な剣よーし、はあ、なんだよプリム男子ってこれだから子供なのにね。いくら剣がピカピカになってもそんな気持ちでいたらディラックみたいな立派な剣士にはなれないわよ。だから素振りしてくる。素振りじゃなくて、ほらやっぱりもういい。今日はもう素振りもない。あ、拗ねちゃった。拗ねてない。拗ねてるじゃない。はあ、やっぱり男子ってこれだから子供なのよね。いらっしゃいませ。他にまだお。出たよ。いらっしゃいませ。
他に、他にまだ。
Thank you.
人。Thank you.
ラトス様のもとへ送ってやるわ。それデラック、一体何をしたの？クッカッカ、あの男だけなぜかこのわしの術もかからんので苦労したわい。タナトス様の命令でパンドーラの古代遺跡に送ってやったわ。タナトス？王国を内部から潰そうとしているパンドール帝国の魔法騎士様さ。許せない。クッククッ、すでに王国のほとんどの人を骨抜きにしてしまったからの。あとはタナトス様が王国の南の遺跡から城を攻め落とせばおしまいじゃ。さて、お前らはわしの可愛いタイガーキメラちゃんの餌にでもなってもらおうかの。ごめんよ。最近魔力を維持するために町に、これからは普通のババに、さっきの若者に、そこの宝箱。ええ、してわしゃ普通のババ、そこの宝箱は。やった！わしの最後の魔法で。ディラックはやっぱり生きていたのね。よかった。ランディ、聞こえる？すぐに水の神殿に来ておくれ。ルカ様だ。一体どうしたんだろう。僕行かなきゃ。私も行く。ディラックは心配だけど、この先私一人じゃ無理みたい。君たちと一緒に行くことにするよ。その代わりディラックを助けるのも手伝ってね。姉ちゃん、オイラがついてる。大船に乗ったつもりで任しときな。
神殿に結界を張っ、ウンディーネが心配じゃ。
ありがとう。私は水の精霊、ウンディーネ。お礼に力を貸しましょう。私たち精霊の魔力は呼び出したもの。プリムは回復や防御を、ポポイは水や氷の力で敵を攻撃することができる。僕は聖剣を抜いたあなたに、聖剣の持ち主が魔法を使うと剣の力とぶ、でも魔法の力を利用することならでき、アイスセイバーをかけた武器は氷の、この武器も差し上げましょう。私の力が必要なと。これでオイラも大魔法使いだな。回復してやろう。セーブ。ウンディーネの魔法を使えば、地底神殿クリスタルオーブは。行け、ウンディーネ！せい！リ